今日の名言、本多平八郎忠勝。10月18日は本多忠勝の命日です。侍は敵の首を取らずとも、手柄がなくとも、ことの困難さに望んで退かないもの。主君と枕を並べて討ち死にを遂げ忠節を守る者を侍という。思慮のある者も思慮のない者も功名を立てる。思慮のある者は兵を指揮して大きな功名を立てる。だが思慮のない者は槍一本の功名であって大きなことはできぬ。長篠の戦いで逃げる武田軍が投げ捨てた旗を拾い、軍旗を捨てるとは何事か。武器は自分の力に合うものが一番。我が本多の家人は志からではなく見た目の形から武士の正道に入るべし。武田家の惜しい武将たちを亡くしたと思っている。これ以後戦で血が騒ぐことはもうないであろう。豊臣秀吉から召し出され、秀吉の恩と家康の恩、どちらが貴殿にとっては重いかと尋ねられて、君の御恩は海より深いといえども、家康は普代宗伝の主君であって月日の論には及びがたし。意味、小牧長久手の戦いで秀吉様が兵を引かせたことには感謝していますが、徳川家は代々の主君であり、その年月には及びません。人の力を借りて建てた武功は武功ではない。関ヶ原の合戦で、もし毛利軍に戦う意志があるのならば、山の上ではなく山を下って陣を構えるはず。今山の上にいるのは戦う意志がないからである。心というものは何かにつけて移ろいやすいものだ。時世の句、死にともな、ああ死にともな、死にともな、深きご恩の君を思えば。意味、主君の深い恩に報いることができなくなると思うと死にたくはない。